もさ、いろいろ考えたんだ。もしさ、こう結婚とかさしたりとか、ね、なっても京子の体調子が悪くなったりとかしたらさ、ね、京子は中止になると思うし、俺の仕事の方もさ、ペースが変わってくるんだろうなとか、そういう時車椅子ってやっぱ荷物と一緒に預けるのかなとかさ、そうすると飛行機だからね、今日から トイレ行く時は俺がおんぶしなきゃいけないじゃん。そうすると俺が寝ててもじゃ何、俺は起こされるわけみたいな冗談やってるの。いやそういう細かいところから大きいことも全部考えた。細かい性格だから、結論出た。っていうか最初から出てたのかもしれないけど。何？俺あんたのこと諦めないから。諦めらんない。何よりも大事だからさ。仕事思うようにできなくなってもいいの？それから僕と京子は夜の街に出かけた。京子は僕があげたあの赤い靴を初めて履いた。とても似合った。でも結局それが彼女が赤い靴を履いた最初で最後の時になったんだ。